製薬会社の対抗薬品の主力商品であるクレベリンこのクレベリンで培った技術をもとに生活関連商品を扱う同志社とコラボレーションした新商品が発表されることになりました一体どんな商品なんでしょうか私どもはセイロガンというブランドの胃腸薬を製造販売しておりますがこちらにありますこのクレベリンという空間除菌製品も販売して新たな空間除菌市場を形成している 会社でございますそして、まあ、本日はまさしくこれはアナログで液剤に固化剤を加えるという、まあ、シンプルなものでございますが本日発表するクレベリン LED は固形物に光を当てて二酸化炭素が出るこれはまさしく次のフェーズアナログからデジタルに進化した形そしてさまざまな 家電に組み込むことができる製品の量産に成功し、そして本日を迎えることになりました、これはまさしく、新たなイノベーションが起こるというふうに、私は確信しております世界で最初に、このクレベリン LED を搭載した製品、搭載し製品化するのは、もう当社しかないと、当社以外考えられないということを痛切に思いました。 この熱い思いのもと、当社流のスピード商品開発で2種類の製品を本年10月度に販売するに至りました。この製品が製薬会社の健康家電の最初の製品として、家電量販店様の店頭で存在価値を示し、加湿器コーナーを活性化させる大ヒット商品に育つことを期待しております。この クレベリン LED を使い、お客様の豊かな暮らし作りにもっと、もっと貢献できることはないか、そう考えてます二酸化炭素はですね、えー、強い酸化作用がございまして、それによって、まあ、ウイルス、菌、カビ、に、えー、いの構造変化を、えーまあ、起こさせてですね、それによって機能を低下させます。 で当然ながらその当社以外さまざまな研究機関で,です、ね、この二酸化塩素がさまざまなウイルス、菌にどのように効くのかウイルス菌をどのように低減させるのかということはですで、ね、にさまざまなところで検証されております、解明されております 0.01ppm という非常に低い濃度これをです、ね、6畳空間の実験空間で 0.01ppm 充満させます。でその時に えー、ファイエック x 1 7 4というウイルスそして黄色ブドウ球菌がどのように、えー、低減す,、えー、するのかというのがこちらの、まあ、結果でございますが、えー、真ん中に書かれていますようにですね99%以上、えー、ウイルス菌があ除去できるということがですね検証されております、えー、この二三回その専門企業である、えー、当社がさらに一歩進んで開発したのがスイッチのオンオフで 二酸化炎素を発生させたり止めたりすることができるこのクレベリン LED でございます、まあ、昨今ですねウイルス感染症の脅威叫ばれている中で空間除菌二酸化炎素のさらなる啓蒙ができて皆様により快適な空間をですねお届けすることができるというふうに考えていたというのがですね開発の背景でございますさまざまなところにこの二酸化炎素の発生装置組み込めるんだけれども当社がさまざまな家電製品作るっていうのもあまり考えられないなじゃあ われわれはこの、えー、二酸化塩素のです、ねまあ、発生装置のみをです、ね、家電メーカーさんに提供していこうそして家電メーカー様の企画力デザイン力、企画力、えー、開発、製造、えー、販売力こういったものを利用させていただくことで、えー、一気にです、ね、短期間で製品の普及をしてこの製品を世に広めていきたいで、えー、私たちが目指すことでございますけれども 製薬会社の健康家電という、えー、この度新しいカテゴリーを生み出したというふうに自負しておりますそしてこの我々大れ対抗薬品、えー、製薬会社でございますけれどもこの対抗薬品がリードを取って、えー、この健康家電どん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 普及させていきたいというふうに考えていますそれでは、えー、二酸化塩素の力で空間除菌ができるクレベリン LED を搭載した世界初の加湿器カモメハイブリッド ムード超音波加湿器を紹介させていただきたいと思いますまずクレベリン LED を搭載しましたカモメハイブリッド式加湿器ミストによる加湿と二酸化塩素による空間除菌ウイルス除去消臭カビの抑制を同時に行える加湿器ですクレベリン LED カートリッジを 本体に装着しクレベリンボタンを押すことでクレベリンの発生を簡単にオンオフすることができます乾燥する冬場だけではなく夏場の除菌やカビの予防消臭にも効果があるので一年中使っていただける商品です18畳の広さまで加湿と二酸化塩素の効果がありますのでリビングルームなどの家庭内での使用はもちろん 教室や集会所などの人がたくさん集まる場所での空間除菌に最適な製品となりました超音波式加湿器をご紹介させていただきますこちらはカモメよりですねコンパクトなボディにすることによりましてどんなスペースでもお気軽にお使いいただける加湿器として開発を行いました加湿量も8畳用としていますので書斎 寝室子ども部屋でお使いいただくのが最適なサイズでございますお子様や受験生そして出張前など休めない人人々に向けたパーソナルサイズの空間除菌加湿付きでございます 除菌の必要性というのは世間的にもすごく言われていまして御社のホームページなどでもいろいろと訴えていらっしゃいますけれどもやっぱり除菌って必要なものですかうがい手洗いでももちろん除菌はできるわけですけれどもやはりいろんなウイルス感染症の脅威最近まあ耳にすることが多いと思いますそんな中で一つのやっぱり安心感でもありますし実際皆様はそういった空間除菌の必要性 に対してです、ね、非常に高い関心をお持ちですし例えば子どもが受験だったりとか何か大事なイベントがある結婚式があるそういった時に風邪をひきたくないなとかそういった時にもです、ね、一つの安心材料としても必要なものじゃないかなと思います今後の展開についても教えてくださいそうですねあの、まあ、すでにさまざまな家電メーカー様とはもうすでにお話もさせていただいてますし。し これからもどんどん複数の会社様と、複数の製品をです、ね、近い将来、出していく計画はしております非常にです、ね、開発期間も短かったというお話も伺いましたがそうですね、えーまあ、このクレベリン LED のお話を太鼓役員さんからいただいたのが。 昨年の10月の後半でしたから今回10月に商品が出せるということは、まあ、企画から設計そしてものを作って市場投入まで1年かかっていないということを考えると家電製それはですねもちろん貸し付器は冬の商品だということもありますけれどもやはりそのなんとかこの。 アライアンスビジネスを成功させたい、えー、健康家電を世に広めたいということで、まあ、その思いでですね、まあ、一生懸命やりました。はい。製薬会社による健康家電ということで、大ヒットの予感はありますか？ありますね。はい、あります。こちらがクレベリン LED のカートリッジです。このカートリッジに特殊な LED を当てることによって、二酸化塩素が発生するということなんですね。 二酸化塩素は空気中のウイルスなどを除菌してくれる効果が期待できるということですこの商品は秋に発売になるということで感染症が気になる季節ですよね各社から様々な貸湿付が発売される中製薬会社の健康家電という言葉はとてもキャッチーだと思いますこれから大きな話題となりそうです